皆さん、いつも僕の動画を見てくれてありがとうございます。今日はですね、めちゃめちゃ大事な話があるんですよ。いやー、どこから話したらいいものか残念なお知らせなんですけど、今年いっぱいまで僕、動画投稿をお休みしたいと思います。うっさぴょーん。はい、どうもぴょーんです。絶対騙された方一人はいるんじゃない。いや、配信って楽しいな。こうやって見てくれてる方を騙すことが僕の生きがいになりそう。初見さんの方、本当にすいません。僕ってこんなやつなんですよ。はい、どうもピューキングです。今日もトロールコース一発マリオやっていきますか。で、今日のトロールコース FNL チャット過去トロールということで、もしかしてということでしょうか。でね、僕何がもしかしてなのか考えたんだけど、考えた結果一つの答えを導き出せたね。このコースもしかしてトロールコースなんじゃないかな。さっさ始めろ。お前のクソつまんねえ話は誰も聞きたくないんだよ。それじゃあ早速やっていきますか。クリア率は 1.46%。 そんでさ、僕最近ゴミみたいなオープニングをよく作ってると思うんだけど、あれってね、正直結構不評も多いのよ。だから今後続けていくかめっちゃ悩んでるね。どうしようかなみたいな。そしてここ下に落ちていいのかな。矢印信用するよ、頼む。いや、合ってんじゃない。ほらほら、合ってる合ってる。そしてこのリンクを取って先に進め、開幕ブロック。さっきやられた時、ここにね、キノコが降ってくるのが見えたんだよね。多分このキノコを取っていけっていうことなんじゃない。この扉にピンポンも言われたしね。それじゃあこのドアに入っていきますか。そして次はあのフラア、待っておくよ。新しい罠の引っ掛け方だな。ナイオブオープン。どうした店長。今ね、実況しようき近づかん方がいいわ、マジで。今さ、うちの猫がめっちゃ近くにいるんだけど。いや、今のは店長のせい。ほとんど店長見てて、僕見てなかったもん、画面。じゃあここはしゃがんでおいて先に抜ける。そして右と左、こういう2分の1は弱いんだよな。このハテナは叩かないで、一旦このトゲ取ってみようか。そして上は、なかなか面白い罠を仕掛けてくれるね。どかに入れませんね。だからこういう2分の1系はダメなんだって。ほとんど外してるもんね、僕。あれ、ここ先進めないよ。あ、右下に行けばいいのね。あれ、この先行ってもなんもないんだけど。待って待って待って、そんなのわかるか。なんか調子出てきたね。罠に引っかかることしかできないこのピオキング、こっから華麗でシンプルに美しく罠に引っかかりまくっていこうじゃないか。さあ行こう、マリー。扉の向こうのオアシス、バラショー。さっきさ、キノコ取ってくんなって書いてたよね。だからここの針に当たって先に行くのかな。当ててよ。そこは素直に当たらせろ。まあまあ、これで先に進めるとは思う。いや、なかなか賢いね、今日。この全知全能ピオキングゼウスがね、この先どんどん攻略していくよ。さあ、ここのリンクは取っていいのかい。取らせろ。ケツマジンがよ。そんなことすんなって、シビル攻撃とか。あ、これ右に落とされるパターンなんじゃないの。やっほー。どのタイミングでケツマジンが、このタイミング。そしてここのリンクを取って先に進めないね。なんか今さ、右下にもリンク出てきてなかった。リンク、そんなところでくたばるお前じゃないよな。お前には役割があるんだ。ゼルダ姫。右下に行きつつ、あのケツマジンをかわす。オッケー、ナイス。まあ一応しびれてても、一応リンクは取れるようになってるんだろうね、きっと。今ちょっと噛まなかった。そしてここ50コイン信用していいのか。一旦右隠しブロックないか見てみようか。ない感じだね。じゃあ50コイン信用してます。え、ここの隠しブロック何。え、なんだろうね。え、ここ何何。え、こっちに合ってたんじゃない。じゃあこっち実は隠しブロックありましたみたいな。あ、やっぱりね。そんな罠には引っかからねえよ。そしてここをブロックを壊して先に進めと。あの僕は絶対なんか出てくるよ。なんでガードしておいた方がいい。分かってんだよ、そんなことは。頼むって、もうちょっと向こう行ってくれないかな。いや、50コインの方正解っていうのはめちゃめちゃ嬉しかったね。やっと心開いてくれたか、50コイン。これまでかなりやられてきてるからね。そしてここは当たらないようにして、このまま左にダッシュ。土管には入れないから、このドアで合ってると思う。そしてこの先、あ、チェックポイントはありがとう。そしてなんかリンク持ってくんなんて書いてるよね。え、リンク持ってきてたらいけないの、この先に。リンク持ってきてなかったらあの砲台がいなかったみたいな。いや、そんなことってある。そしてここは F。 F ってなんだよ。頼むって、この人もあれでしょ、足場ある感じでしょ。なんで右の土管に入って、多分新耐久が待ってるとか、そんなんなんじゃない。やっぱりそういう感じか。
いやなんかそういうね、なんか匂いはしてた。じゃあここはキラーに当たれってこと？うわこれちょっと難しいね。右に行かなきゃキラーは左に出してくんないでしょ。あれ出ないね。一番右に行ったら出るみたいな。あ、左に行かなきゃダメなのか。左に追っておいてこのキラーに当たれっていう感じだね。これめんどくせえ。これいやこれは地味にきっちり。これでキラー連続で出してくれるかな。あ、連続で出してくれるんだね。いやこれも飛ばしていい尻耐久なんじゃない。頼むって。ダメだ、これは僕もダメ。これも飛ばすわと言うとでも思ってるのか。皆さん僕は飛ばさないでこの尻耐久を必ず攻略してみせるよ。ここオッケーオッケー。そしてあと2回だね。いやでかい状態の時はいいんだけど、チビの状態になったらなおさら難しくない？え、なに下？ちょっと待って、これ下行ったらやられるみたいな。え、そんなんいらない。そんな救済措置僕頼んないよ。ちゃんと僕自分の力でやられるんだから。頭おかしいんじゃねえの。そろそろ頭おかしいって思われても仕方ないな。まあまあこれが死に耐久名人の意地だね。と言ってもよ、あんな死に耐久って結構長い時間になるじゃん。だから飛ばすよって思ってる方結構いるんじゃないのかな。どうなんだろうね。僕的にはあんまり飛ばしたくないんだけど。そしてここ50コイン信用していいのか。今のバネ落とそうとしたけど僕は自分の意思で50コイン信用したいと思います。頼む、裏切ったら50コイン。もう50コインなんか信用しない。そしてここ上に行ったらねダメなような気がする。あ、やっぱりね下のキノコ取れると思ってた。なんかここ勝ちブロックあるのはねちょっと見当違いだったけど。そしてこのまま先行っていいのかな。一旦このまま左行く、あのオープン怪しいから。そしていや乗らなきゃいけないのか。そしてここで面白いじゃねえかあのまで。まあこんなことされても僕は快楽しか感じないね。今日僕キモさんに磨きがかかってない。まあいつもかっこいいと思うんだけど、まあ、そんなコメントしなくていいから。いつもかっこいいんだよピオキングとかさ。そしてここブラパの裏にねバーがあるんだよね。だから右から行くのが正解みたいな。うわうますぎる。相当抑えてたね今日。サイキング炸裂だよ。そしてこの上は、いや怪しいな。あれこのボブ開けてくれる。あ、開けてくれるんだね。なるほどね、ここでオンオフをしてたら先に進めないってか。でも僕あえてするよ。そして右に、いやいや絶対右に行けると思った。違うんだって。押した瞬間右行けば絶対行けると思ってた。そんでさ、下のヤヨっていう文字何なんだろうね。もしかしてトロールコース職人でヤヨさんっていう方がいたからさ、その方とコラボしてるとかそんな感じなんかな。いやブーブーじゃねえんだよ、もうちょっと話させろ。こっちはなんだ、チリ待機を期待すぎて楽しい。何もないですわ。下のキノコ取れるのかな。一旦左を進化してみる。左を進化して、あ、取れるんだね。あ、そっかそっか、キノコ取ってないとこの先に進めないのか。さあそろそろチェックポイントにあってほしいところなんですけど、まだまだないね。ここは上と下どっち。いやなんかきそう。ゆっくり行ってみていい。ゆっくり行くのが実は正解みたいな。ほらほらほら、ナイスユース。もうそういうのやめないねえ。そういうことすんのやめない、リフト。そういう役割じゃないでしょあなたの仕事って本来は。ほらやっぱり USB キノコいるって書いてるじゃねえか。戻ったら、みんな面白いこと思いついたね。僕の喜びもこのリフトに運ばれたね。クソつまんねてごめん、なんか大丈夫かな今日。まあいつも思うんだけど、まあ喋るたびになんか自分で墓穴掘ってるような気がする。さあここのハテナ叩いてみようか。どうせブラパが出るんでしょ。あ、いや違うね、あのリフト、いやリフトじゃない、キノコか。このリフトを取っていけっていう感じでしょ。オッケーオッケー。さあ進んでいきますか。で次はどっちだい。左行っていいの。これなんだろうね、後で上に進めるようになるみたいな、そんな感じなんかな。そして次はフラワーと、いや怪しい。いやどうしようか、一旦左のハテナ叩いてみる。これはフラパ、じゃあ取らないよ。忘れてた。ええちょっと待って、ここ足場あれないの。なんかさ今リフトの一番右の方だけなんか足場がなかったんだよね。なるほど、そういうことか。ここキノコ状態だから先に進めたのね。チビだったら先に進めないみたいな。え、なにこれ、C 耐久みたいな感じのやつ。ここで当たって
いやでもここでキノコ取ってしまうよね。あー分かった分かった、ここでキノコをなくして一旦当たってこのまま右に進めっていうことだね。あのキノコが来るより先に進まないと多分上に行かされるって感じでしょ。いやこれ結構余裕なんじゃない。え、なになになに、もう一回いけんってこと、これめっちゃ余裕でできたなと思ったんだけどさ、結構上手くなかった今の。じゃあ次こそまた一発で行ってみせるよ。まあこれはねそんなにね難しくないと思うよ。でここで右にダッシュ、はい、からのこういう感じなんですよもうよくない、もうここ飛ばしてもよくない。さっきも言ったけど C 耐久ってねカットした方がいいって思う方多分いると思うんですよ。でもさこういうコメントもあるんだよ、 C 耐久が僕の強みですみたいなさ、そういうのいいから嬉しいけど、そういうの言われたらさ僕調子乗ってこういうの見せ続ける羽目になっちゃうから、なんかねこれ喋り続けるのなかなかきついんだよ僕ずっとさ。もう何分ぐらい喋ってればいいかわかんないしさ、どんだけね長い C 耐久かもわかんないし、次で行きたい、そろそろ僕も喋りたくないもうカットする、もう絶対次で行けなかったらカットするね。なんで次ガチで行く、ちょっと見てて、もうガチ集中モード入るわ。ここで一旦当たる、そしてからのここなんだよな、さっきよく一発で行けたと思わない。あ、ここさ急ぐ必要ないんだ、あのキノコが右まで来る感じないよ。なんでここはちょっと集中する、ここここで右、はい、オッケー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 、そしてここできっちりいくよ、知りたい救命陣を食べるだー。さあ戻ってきたね、ここで一番左でバブルが出るってことはこのフロアは取らないでいいんじゃない。カシャチャレンジャー、このコースチェックポイント1からチェックポイント2までがめちゃめちゃ長いね、そろそろあってもいいんじゃないかなって思うんだけど、これなんだろうね。でバブルって戻ってくるの結構忘れちゃうことってない、それでねやられた方たくさんいると思うんだけどね。さあここの上ツタ、いやなんかちょっと出してきそう、あれなんか左上なんか怪しくなかった、あの砲台とかどっかなんか出してくれるんじゃない、なんか出してきた今。あーなるほどね、このバブルを出してくるのか。それじゃあこの鍵ドアに入ったら次はチェックポイント2、これ普通取らせてくれるよね。オッケーオッケー、ナイス。そしてデカになってからのチピチャイピ、どういうことだろう。あのね緑の土管の方に行くと思うんだけど、頼むこっちに合ってて、いやなんか違うっぽい違うっぽい左の、いやもうこの土管行こうか、もうどうして無駄でしょ頼むって素直に入れさせてくれよ、何なんだこの P 発動。あ、これさっき来たところじゃないね、チェックポイント1あるもん、チェックポイントもなしっていうことじゃなさそうだけど、ここでまたこれいやこれ地味でめんどくさいんだって、これでやられてあのチェックポイント2からでしょ。まあここはもう飛ばしていいんじゃない。さあ今死に耐久を攻略してきてね、ここに戻ってきたね、やっぱこの土管に入れるのか。そして次はリンクを取ってすぐ右上、あ違うの、左でいいのかな。そしてこのキノコを取る、何もだー、そんじゃあ上のキノコ取らんように気をつけようか、この辺で降ってきたよね、なんか次降ってこないんだけど、で上なんか書いてるんだけど死に電通どういう意味なんだろうね。ボケーン、どこだ、どの辺で爆発するんだボム兵よ、左行った瞬間すぐ右、左行った瞬間すぐ右まあなんかしゃっくりが出そうになってるよ僕今、それを我慢しながらこの喋ってる僕を誰か褒めてほしい。そしてここは何もしないでいいでしょう、だってさこれ叩いたら上のブロック壊れるよね、だから何もしないでこの土管に入る、それで合ってると思います。さあここでリンクになって一旦被弾、そんでここなんて書いてるんだろう、イバンチョで T なんか下あるねこんなまだ引っかかると思ってんのか僕が。そしてここでキノコを取ってサンクス、もしかしてこれで終わりっていうことなんかな、いやワンチャンあるよ、チェックポイント1からチェックポイント2長かったもんねもうやめろってそういうのはやめてくれ。いやなんか知りたい球も今日知りたい球めっちゃ多くない、え何この VWVU かな、これ笑ってんのかな、いやこれすげえ運ゲー感あるいや待って待って、これいやきついんじゃないのこれ、もう何回もこうやって適当にしていくしかないじゃんか、頼むってまでどいてよそんなことするのおいだって僕を許してバネこれはいや今のいけたな、ちょっと跳躍力が足りなかった、いやこれ地味にめんどくさいんだよこれ、勢いもいるしさ
これ下に隠しマークとか、いややっぱないよな。いやこれ厳しい、頼む次ね、行かしてくれ。もう怒るよ、そろそろ怒るよ僕まで。なあ、もう新しい新しい新耐久だなこれも。いやキッズ、これはもう早送りしていいかな。もう今まで散々さ全部見せてきたけど、これをマジでカットするわ。いや惜しい、跳躍力もねちょっと厳しい。いや今の言ったと思った、もうそろそろ僕疲れてきたよな。いや絶対今のもいけてるでしょ。もうそろそろ怒るわ、あと3回でいけなかったら僕怒ります。待てー、いい加減にしろよやっとクリアできた。長い戦いだったね。みんなごめん、謝っとく。今日さ新耐久の尺めっちゃ取ってるんじゃないのかな。いや結構長かったもんね。なんで今後こんなことがないように善処したいと思いますせんどうしようかなって思ってる。えこれゴール、あゴールなんだけど、なんか凹凸か、あ上に行けってことか。この土管から出た瞬間すぐ、いやこのちくわブロックの下何か奇跡があると思うか信じてるよ。いやこの土管から出た瞬間すぐ上にジャンプ、それで間に合うでしょ。おっかっけ、これでゴールができるのか。隠しブロックとかないだろうな。よしよし、それじゃあゴールしたいと思います。どうもありがとうございました。はい、それじゃあ次のコースは一発バリオガボンの殺意ということで、説明文にさタイムに余裕あり遊んでみてくださいって書いてるんだけど、サムネを見る感じさブロックが階段状に設置されてて、その中にガボンとバネを設置してるんだよね。そんでよ、右端の方にオンオフがあるから、そのオンオフをして戻ってこいっていうコースなんじゃないかな。いやこれはなかなか難しそうだよ。それじゃあ早速やっていきますか。クリア率は 0.2%。 たださ一つだけいいかな、鉄球を避けるだけなのにクリア率が 0.2%%っていうのはちょっと大げさなんじゃない？それは無理。これどうやって避ければいいの？いや、待て。落ち着け。どこが穴かよく見極めろ。そういう目を持っているはずだピオキング。お前ならやれるぞ。穴をまず一つ見つけよう。なんかさ、でも右下の方怪しくなかった。この辺？ここ、あ、ここが穴なんだね。そして一個ずつ上がれる。あ、一個ずつ上がれるね。こういう風にリズムよくいけばいける。そして右下これ一気に駆け抜けていいのかな。なんか出してこないね。じゃあ一気に駆け抜ける。そしておーおーして、わかるかこんなの。まあでもよ、登るのは分かった。そんなに登るの難しくないね。だからこれ左右対称だったら帰りもこういう風に登れるっていうことなんじゃない。だからこの鉄球さかわせばいいんだけど、よしよしよし、これで一段ずつ登れば向こうに戻れるはずさ。そしてもう一回戻ってこいっていう感じだね。だからここの P スイッチを押して戻る。あ、これ結構早めに行かなくちゃいけないね。 P スイッチが鳴り止む前に向こうに行けっていう感じでしょ。これ間に合うから頼む、間に合って。はいはい、この調子でクリアしていこうじゃないか。クリア率 0.2% の割には意外とサクッといけそうだね。最後の P スイッチ、あそこがさ早く行けっていうことが難関っぽいんだけど、今なかなか神々じゃなかった。次なんだよな、次の P スイッチを押してこっから早く行けっていうことなんだけど、こ、いや、ちょ、間に合う、これ頼む、間に合って、くっ、よし、このまま逃げ出してきて頼む。いや、これクリア率 0.2% の割にクリアめっちゃ早かったんじゃない。いやでもさ、こういうのってあんま見ないからめっちゃ面白かったね。どうもご視聴ありがとうございました。この動画が良ければグッドボタン、そしてピオキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。